ここからは川越の架け橋のコーナーです。このコーナーは世界各国と川越をつないで現地の様子を届けてもらうお時間です。本日も韓国と中継がつながっています。キヨさん、アキさん、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は川越はめちゃくちゃ暑いんですけれども、そちらはお天気いかがでしょうか？今日の天気は曇りで、はい、気温は31度です。あ、ちょっと涼しめですかね。あの、日本が今記録的な暑さ、はい、いやー、そうなんですよ。川越今日の最高気温38度、はい、記録的な暑さになっているというのは、はい、はい、そうなんですよね。38度を回ってるということです。韓国は日本から、韓国は日本から近いんですけど、今のところ、例年と同じぐらいの、暑さになってます。ちょっと日本としては、その川越としてはなんかちょっと涼しそうだなって思っちゃうので、羨ましいなって思うんですけれども、今日のテーマはですね、夏の食、夏を乗り切る食ということでお話を聞いていきたいと思うんですけれども、韓国で、まあ、夏の食べ物といったらこれみたいなのはあったりしますか？果物とかで、うん、あの韓国だと、あのツートップで人気なのがスイカと、あとマクワウリっていうものなんですね。なんかあの、はい、すごく黄色くって、うん、なんというかサイズはあのアボカドを一回り半ぐらい大きくしたようなぐらいのサイズで、でこうメロンのような感じの、ちょっとこう爽やかで、ただ甘みが結構強い食べ物なんですけど、そうなんですね、ものすごく人気ですね。へえ、なんか名前は聞いたことあるんですけどね、マクワウリ。じゃあ日本であんまり並んでるかって言われると、やっぱりなんか日本はスイカ、そしてメロンみたいなイメージですかね。うん、マクワウリってなんかどうやって食べることが多いんですか？なんかあのそのまま食べるんですけど、はい、あの日本だとメロンの種取っちゃうんですけど、韓国のそのマクワウリって結構種とかも柔らかいん で甘いので、そのままみんな種ごとバクバクっと皮を剥いてっていう感じですね。なんかちょっといいな、食べてみたいなっていう感じになりました。本当道でもよく売ってます。道でも売ってるんですね。ちょっとね、今こうなんだろう、スイカとかメロンとか日本だとまあ食べますけど、夏といえばなんかこうね、物価が高くなってきた感じもあって、なかなかちょっとね手出しにくいなっていうのもあったりします。そうですよね。韓国もまあ物価はどんどん上がってるんで、マクワウリの価格とか微妙にじわじわと上がっていて、あ、ちょっとね、なんか手出しづらくなっちゃいますよね。そうですね。あとは何かあったりしますか？日本っていうとなんだろうな、なんかやっぱりよく食べるのはそうめんかなって思ったりするんですけど、一般家庭的にはなんかこう料理としてあったりしますか？そうですね、韓国って、はい、あの料理というと、あの皆さん冷麺、あの韓国語だとネンミョンを、あの思い浮かべる方が多いと思ってなんですが、それとは別に、はい、あの韓国夏のスタミナ料理定番として、はい、あのよく食べるものがあるんですけど、はい、何か想像つきますでしょうか？でも、日本とかだってたらやっぱり夏を乗り切る食べ物、うなぎとかかなって思うから、そういう感じかなって思ったんですけど、合ってるかな、どうでしょうか？あ、ちょっとね電波が。定番ですよね。うん、定番ですね。韓国で夏にあの食べる定番、あ、すいません、はい、大丈夫です。定番料理はサムゲタンです、うん。サムゲタンってあったかい料理ですか？あの暑い。あ、
そうですよね、熱い食べ物ですよね。あれをはい、韓国では体をあまり冷やさない食べ物が好まれていまして、はい、で特に夏場ですと熱いものを食べて体の中の暑さを追い払う、うんうんうん、まあ、そういった意味合いでサムゲタンをよく食べますね、うん、へー、そうなんだ。なんかね、ついやっぱり暑い時って冷たいもの食べたいなって思っちゃいますけど、まあ、体は冷やさない方がいいって言いますもんね。はい、そうです。あとは何か飲み物とかってあったりしますか？そうですね、あ、飲み物だと夏の飲み物は、あ、すいません、はい、クラフトビールが最近は人気ですね。クラフトビール流行ってるんですか？川越、そうですね、川越ももちろん有名ですけど、はい、もうそうですね、川越でもやっぱりクラフトビール人気ですね。韓国もすごくそのいろんな地方でそれぞれのクラフトビール作りが今すごく盛んになっていて、はい、とても結構安めに、日本より結構安めにクラフトビール飲めますね。缶ビールですけど特に。あ、そうなんですね。なんだろう、日本とかだと瓶とかのイメージもありますね。割とクラフトビールって言ってこうお土産でもらったりするのは瓶、缶もありますけど瓶も多いみたいなイメージありますね。韓国だと500ミリリットルで1本300円以内ぐらいで買えちゃう、うん、安い。すごい、まあ、スタジオ内でいいなって、スタジオ内でいいなって声が今聞こえております。いいな。お二人はビールは飲みますか？よく飲みますねいいですよね、やっぱりね、はい、夏になるとちょっとね、ビール喉越しいいから飲みたくなっちゃうなっていう感じですよね。そうですね、うん、ビールフェスなんかもあるので夏に、はい、そうすると結構もうなんかこうアイドルみたいな人たちも来て、はい、野外フェスみたいなことをやりながらバーッと、あー、いいですね。やっぱりなんかそこは日本と韓国と夏の風物詩似てるような気がしますね。そうですね、はい、似てるような気がします。いや、いろいろお話ありがとうございました。今日もそうですね、何か韓国語を教えていただけたらなと思うんですけれども、いいですか？さあ、これはいけるかな、うん、ちょっとね、今、はい、はい、ありがとうございます。今ちょっとネットワークの調子がどうだか分かりませんが、大丈夫です、はい、今クラフトビールの、はい、話が出てきました、うん、クラフトビールは韓国語でそのまま、まあ、クラフトビアと言っても通じるんですが、はい、一般的にはスジャメクチュというふうに言います。スジャメクチュ、スジャメクチュ、スジャメクチュ、スジャメクチュですね、はい、スジャメクチュ、スジャメクチュ、はい、これはい、漢字で書くと手製麦酒ですね、クシュっていう、それを、韓国語読みしたもので、マイクロブリュアリー、うんうん、小規模 の、のビール業者がハンドメイドで作るといったイメージがよく表現されていると思います。あ、なるほど。ちょっとこれ、そうですね、韓国行った時にこれだけ分かったらクラフトビールが飲めるってことですねそうですね、はい、ちょっと何かあったらこう挑戦してみようかなと思います。なんか日本で韓国のクラフトビール飲めるのかな、ちょっと探してみたいと思います、うんうん、はい、ぜひ、ありがとうございます。今日もいろいろお話ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。以上、川越の架け橋のコーナーでした。それではここで1曲お届けしたいと思います。さゆりでサマーバグ。